はい、ありがとうございます。お声を頂戴しましたが、明日の日は山日ということで、今お声を頂戴しますが、会社の次もキャンパスを持っております。もちろん今がキャンパス徐々に増やしていくというので、同じ神田の時に増やすことができないということから、郊外の八王子などにもキャンパスを準備してはおりますが、そのうちの一つのキャンパスが楽天にたくさん、もう神田の町にたくさんあるということから、神田というところは楽天の町として紹介されているようです。ご案内をさせていただいております。どうぞお配りしましたパンフレットなどをお持ちいただきまして、今後ぜひ東京に行くことがございます。